走でございます。スタートまでは3秒、トライアル2回戦12レース、スタートを切りました。さあ誰が行く、やはり内根の方から浜野か。おっと7番青山周平がここ1番光るスタートを放ってまいりました。弾丸スタートを放ったのは7番の青山、2番手6番の中村雅人、勝負どころのスタートをわきまえています。6番中村ディフェンディングチャンピオンが2番手つけました。そして3番手には8番の金子大輔、外枠勢がなんと上位独占になっている。浦田がその後、浜野はどこにいる、現在後方から2番手、浜野は中段の位置、まとめて今2人を捉えて5番手へと上がってまいりましたが、アウトコース抵抗する森克行も勝負がかかっている。なんとしても森は上位に食い込みたい一戦。残り6周切りました。青山周平が先頭であります。このレースもやや人気を落としています。今大会はやや目立っている印象はないんですが、ここで目立つか、7番の青山周平、光る走りを見せています。青山が先頭だ、2番手が中村、3番手金子のアウトコースから迫力たっぷりの追い上げは4番の浦田。おっと中村を金子がまくり体勢、その間隙狙ってくるのは浦田慎介だ。浦田がまとめて打ち狙っていくが、ここは中村が抑え込んだ。金子3番手、浦田がその後、外に2番の浜野。さあ浜野が28のパワーで上がってまいりました。おっと内線ギリギリ、8番の金子が6番中村を攻略か。先頭7番の青山周平が独走だ。2番手が金子、そして3番手6番の中村雅人交代だ。金子が2番手上がる。さあ浦田が今度は中村の内を伺っていくが、6番の中村が3番手キープしている。先頭が青山周平であります。青山がここは意地のスタートから独走展開。2番手が金子単独上がった。この8枠を乗り越えて2番手連帯キープか。3番手6番の中村、その後4番浦田、残り2周切りました。先頭2番手の間隔がじわりじわりと縮まっている。先頭が青山周平、差を詰めてくる8番の金子、金子が接近する。まだトップ争いもこれは分からないか。そして3番手は6番の中村に、4番の浦田、その後2番の浜野純は現在中段5番手、ブルーフラッグを迎えた。後方滝下、森は泣きが入って現在後方。さあ先頭ここでなんとなんと金子が青山を捕まえ切った。先頭に立ったのは恐るべきパワーで8番の金子大輔。金子が先頭に抜け出した。青山2番手、8枠を乗り越えた金子大輔。